皆さんこんにちは、こんばんは、ラピ TV です。 Google Mars で見つけた火星人は存在する証拠第3弾、謎の火星の地下入り口の正体を今日は皆さんと一緒に検証していきたいと思います。果たしてこの黒い溝のようなものは衛星写真のバグなのか、それとも実際に火星人が作った溝なのかを今日は徹底的に解明していきたいと思います。それは写真の方からです。どうぞ。こちらがその今回の見つけた位置です。このやはり赤道上よりやや上、火星の中心部にあたるクレーターのところで発見しました。そしてその場所がここです。この割と中くらいの大きさのクレーターのこの部分をあの火星探査衛星が写真を貼り付けている位置、中心に向かってこの黒い点がこのクレーターの中心です。それよりやや右下方向に伸びるこの部分に貼り付けられた写真に5箇所の不思議な地下入り口が発見されました。それを今日はご紹介していきたいと思います。過去に 2,3 回この火星の溝投稿しておりますが、今回はこの場所でさらに不思議な形のものを見つけましたので、皆さんと詳しく検証していきます。果たして衛星写真のバグなのか、それとも本当に火星人の地下入り口なのかを皆さんと一緒に今日は検証していきます。場所はこの黄色いピンの位置となります。そしてこれがその写真をさらに拡大したところです。ここに1本ありますよね。そして2本、そして3本4本5本と今回5本見つけましたので、それを詳しく見ていきます。衛星写真はこのように撮られておいて貼り付けられておりますので、果たしてこれがノイズだったらこの方向に縦に並ぶはずなのですが、横方向に間隔を空けて5つの溝らしきものが発見されました。それは地下に入る入り口なのでしょうか。そしていつものようにその両横に不思議な構造物がまたまた映り込んでおりますので、詳しく見ていきます。これが横方向から見たところです。まずこれが5本目のやつですね、長さ。そして4本目、3本目、2本目というふうにお見せしますので、ぜひ最後まで見てください。そしてこれがその中の1本です。大きなこういった感じ、向こう、これ向こうが火星の地平線となります。そしてこんな形、こうわずかに横に構造物がありますので、こういうふうに波打って見えます。ここにもあります。こんな感じです。かなり幅後で測りますが、どれぐらいの幅かは皆さんご期待ください。そしてこれが今回不思議な点ですね。やはりこれがノイズだとしたら、変装している途中の写真のバグでここが欠落した部分だとしたら、これが納得いきませんよね。彼らがここ切り抜いたように切っているところです。ちょうどこの深い穴を切り取る部分の、あとここを切り取ってしまえばこの上の部分はこのように左のようになるといった、その作業途中の場所を、今建設途中の場所をこれは写した貴重な写真となります。このように彼らはここら辺の溝を切り抜いて、最後にここを切りつないでこのように左のようにしていくのでしょうか。ちょうどこの切り取られる瞬間を今お見せしております。この部分もきれいにこういった感じで構造物のようなもので囲まれております。彼らはこれを切り取って果たして何に使っているものなのでしょうか。これが写真の伝送写真の映像のバグなら、ここも黒くなっているはずだと思いませんか。初めて見つけたここ溝のようにこういうふうに切り取られている部分です。おそらく最後にこれがこういうふうに切り取られると、この部分は完全に下に落下するものなのでしょうか。皆さんのたくさんのコメント、推測お待ちしております。今回見つけた一番不思議なのがこれです。やはりここに構造物がありますよね。そしてさらにこれが
まあ、引いたところの全体像、向こう側はスパッと切られております。そして今回ここが珍しい地点で、ここを切り取るみたいに、まあ、糸の子で切ったような感じでずっと切られてここまで来てます。そしてここもこのように、そして最後にここを切ってこのようにするのでしょうか。皆さんの、まあ、ぜひコメントお待ちしております。これが横方向から見たところです。 3D で割と平らな場所にこのように並んでいるということになります。おそらく真っ黒で下こう塗りつぶされて写真を消されているのかどうかは分かりませんが、このようにこの部分だけが真っ黒だということになります。皆さんこれは衛星写真のバグで、この部分が、まあ、送信上伝送するときに欠落した部分でしょうか。それにしてはおかしいですよね。この部分欠落するんだったらここまで真っ黒なはずです。この部分はちゃんとあって、何か切り取られる瞬間のような、まあ、地下入り口の工事現場の切り取ったところの最中のような感じがするものです。そして次がこれです。横方向に倒したところです。このように波打ってますよね。そしてここに奇妙な構造物が見えております。明らかにこれは火星人がやはり地下によってこういうふうに土木と言いましょうか、こういう工事をしているものなのでしょうか。周りにこういう枠で囲っているのか、それともこういう構造物がずっと取り巻いているのか、皆さんの、まあ、推測コメントをお待ちしております。そしてこれが正面から見たとこです。どうでしょうか。ここギザギザになってますよね。そしてここにあの例の構造物がはっきり映り込んでおります。ギザギザギザとなってますが、それが変なギザギザではなく、シュッシュッと、もうまさしく鋭角にレーザーかなんかでカッターレーザーカッターかなんかで切ったような感じに見えるものです。やはり知的生命体が作ったものだと思われるものがはっきり映り込んでおります。皆さんはどう思われますか。綺麗にまっすぐですよね。何か滑走路のようにまっすぐで、おそらくこれは地下にほげているものだと思います。真っ暗でここ、まあ、NASA によってベタ塗りされたのかどうかは、まあ、疑問の余地が残るところですが、どうでしょうか。皆さんどう思われますか。そしてこれです。全長を測りますと、この1本の長さが 244.68m、 約245m ぐらいあるというものです。これ縦方向、横方向が 17.20m、 約 17m の幅があるといった広さのものとなります。そしてあの細い切ったようなレーザーカッターで切ったような部分が、上から見たのがこういう感じです。構造物がこういうふうにあります。丸い土管のような長い金属調のもの、そしてこういった建物のようなものが見えております。これが左右にあるといったところです。今回はここいつもの前回のはこういうふうに黒くて、まあ、細かったですよね。今回はこういった感じ、溝を切ったようなものがここにあって、ここからは大きく、まあ、約何メーターと17メーターぐらいの幅で広がっているというものをお見せしております。そしてこれが、まあ、鮮明にしたところです。左から流します。拡大して、ここにタンクのようなものがあって、これが溝です。その溝もきれいにレーザーカッターで切ったような溝です。そしてここに、はい、突起物、窓のようなもの、こちらもそうです。入り口のようなものがあって、左右をこの溝に沿ってこういうふうにパイプでつないだように並んでいます。ここなんかはほとんど直角に近いですね。はい、そしてここから幅が広い、まあ、黒い部分と地下入り口の部分となります。そしてこれが引いたとこです。はっきりとここスパッと90度ですよね。そしてこのように波と切れているといった感じになります。そしてこれが、まあ、一番幅の広いところ、まあ、同じ幅だと思いますが 24.40m あるといった感じです。これは、まあ、両方スパッと同じように長方形に切れております。そして、はい、引いたところです。全長200、約 77.27m あります。
そしてこれが横方向から拡大したその縁の部分の構造物の、まあ、拡大写真となります。果たしてこれは何なのでしょうか。ノイズだったらこのようにならないと思うんですが、皆さんどうでしょうか。写真の、まあ、衛星写真の欠落伝送部分のバグなのでしょうか。そしてこれが引いたところです。はい、それでは実際その Google Mars 立ち上げてお見せします。今回はこの場所となります。この場所で発見しました。こんな感じです。ズームするとここに、はい、一箇所、これは左右きれいに長方形の形をしております。一箇所、そしてこれが、はい、3つ目のやつ、これはこの部分、右方向がこれを切り抜く、まあ、手前、左右がこういうふうにまだ残っておりますね。この真ん中の部分、最後にここをまっすぐ切り抜いて切り落とすとこんな感じになると、まあ、珍しいこの工事、この溝を作る作業途中のものが写っている証拠の写真を皆さんにご紹介しております。拡大すると確かにこういった構造物が見えております。これは何なのでしょうかね。これがもしも本当の衛星写真のバグだったらこんな風に写らないと思います。左右が同じように写っているなら私もそれはバグだと思いますが、かなり違ったものがこの溝に沿ってこういう風に構造物が作られておるということがわかると思います。向こうとこちらは明らかに違います。はい、そしてさらにグッと引きまして3つ目がここにあります。全部で5つ5本のライン、これはまあ作業途中じゃなくて綺麗に左右はこういうふうに収まっております。果たしてこれは衛星写真のこの火星の、まあ、伝送写真の映像のバグなのでしょうか。まあ、バグという方もおられますし、バグにしてはこの辺のがこのギザギザになっているところがおかしいという方もいますし、拡大してみんな、まあ、全く同じものはないというところのコメントも来ております。こういった感じで周りがこういった構造物でしっかりと、まあ、作られているということになります。皆さんどう思われますか。今回見つけた今度は5本あるその変わった形、その中の2本はこのように、まあ作業途中でここが切り抜かれている貴重な映像が今回、まあ見つかったんで、皆さんにこれは果たして何なのか皆さんと一緒に考えたくて今日はコメントしております。こういうふうに一つ一つが違いますよね。先ほどのものとこういう左右にある構造物見てもらえば分かると思います。そして下側はこういう感じです。まあ似ていますけど組み合わせ方がまあ微妙に違うといったものです。果たしてこれは火星人の地下入り口なのでしょうか、それともこの大きな入り口を建設している途中のこの切れ目なのでしょうか。皆さんのたくさんのコメントをお待ちしております。それでは全て今日はお見せしたいと思います。位置関係ぐっと回って、はい、これがその溝です。ここだけ急にガクッと、はい、珍しく左右対称じゃなくてここだけ間違えたのか、こういうふうに幅が広くなっております。ズームするとこのようになっております。そして次です。はい、これが目印4の地点、そしてさらにこうですね、これに切れ目があります。構造物がぐっとズームするとやはり左右にこういう構造物が立って取り囲まれております。特にここなんか、はい、最終地点はこのように囲まれております。構造物に、そしてはい、これですね、目印5の地点5本ある、そしてさらに傾けましてこのように見えます。はい、
正面方向から見たとこです。明らかにここにだんだんとなって波打った感じでこういう風になっております。果たしてこれがこのように盛り上がってノコギリの刃のようになっているのかどうかは分かりませんが、こういう風にまあ傾けるとなります。はい、ここに明らかにただの黒い溝ならバグと思うんですが、その両横にまあ構造物のような不思議なものが見えておりますよね。この火星の地表に降りたとして、このまあ Google Mars で見るとこのように見えるということです。向こうが火星の地平線です。そして回転しますとこんな感じです。横方向、ここに何かありますよね。そしてはい、これですね。一番黒っぽいところにもこういう感じであって、かなり深い溝だということがお分かりになると思います。そして目印5、これがずっと前にはい見つけたものと比べてみたら同じものであるということが分かると思います。これは綺麗に作業が終わっている溝です。そして作業が終わってないところが、まあ、今回、まあ、見つけた目玉ということになります。両横がこういうふうに切り込みが入れられて、まさにこれをもう切り取ろうとしている瞬間なのかもしれません。これが今回珍しい映像の、まあ、溝の不思議なところです。皆さん、これは伝送写真、この火星の衛星写真のバグなのでしょうか、それとも本当に、まあ、知的生命体火星人が何か地下道を作っている地下入り口の、まあ、作業場所なのでしょうか。どちらの方が皆さんのご意見お待ちしております。正しいか皆さんの推測ご意見お待ちしております。それでは最後にまとめた動画見ながらお別れしたいと思います。ではどうぞ。これが5つの地点ですね。今回写真が貼られている時にある溝のようなもの、地下の入り口のものです。はい、だいたい 200m から 300m の間あるということで、これが今回見つけた、まあ、切り抜いている途中のような作業途中のような場所です。これです。貴重なこれが写真発見しましたので、今回皆さんにご紹介しました。横幅 17.20m です。幅は割と狭い方ですよね。 17.20m、 はい、これが拡大映像です。左右にある、そしてこの一番厚いところの幅が 24m、 そして全長 277m というふうになります。左右にある構造物のようなものはこれです。拡大映像です。そういったわけで、また不思議な映像見つかりましたら皆さんにご紹介したいと思います。ではまた次回お会いしましょう。ラピッ TV でした。